乳尾管は、小腸の重毛にあって、食物中の脂肪を吸収する、リンパ管である。乳尾管で脂肪がリンパと混ざり合い乳白色になった、ものを乳尾と呼ぶ。乳尾管はより大きなリンパ管に合流し、脂肪はそこから胸管に運ばれ、さらに左鎖骨下静脈へ移される。この時脂肪は、カイロミクロンの形で、血液中に存在し、血液中で、 カイロミクロンは、リポタンパクリパーゼにより脂肪分解される。やがて十分な量の脂肪が失われ、そこへさらにアポリポタンパク質が加わると、カイロミクロンデムナントと呼ばれる粒子となり、肝臓に取り込まれる。肝臓からは、カイロミクロンデムナントから放出された脂肪が、トリグリセリドとなって、超低比重、リポタンパクを構成し、血液中に再管流される。 この VLDL がさらに血中、リポタンパクリパーゼによる脂肪分解を受け体中のあらゆる組織に脂肪が運ばれ、また特にこの時放出された脂肪酸はトリグリセリドの形で脂肪組織に蓄えられる。VLDL からトリグリセリドが失われると、リポタンパク粒子はサイズが小さく比重が大きくなり、最終的には低比重、リポタンパクになる。 LDL はアテローム発生性を持つと考えられているため多くの研究論文が書かれている。小腸からの他の吸収経路と比較すると、リンパ系による経路では代謝の最初の段階を書いていることに注意。ありがとうございます。